ロレックスのスタンダードモデルとして人気の高いオイスターパーペチュアルデイト自動巻きです。グローバルスタンダードとなったロレックスの名声を確立した3大要素、オイスター、パーペチュアル、クロノメーター。ロレックスの高い技術力と先進性、ベーシックで完成されたスタイルは世代を超えて愛され続けています。このモデルは1968年製造の REF1500 クロノメーター規格の自動巻きモデルです。ダイヤルは落ち着いたネイビーから放射仕上げされた高級感のある文字盤です。インデックスはアップライトのロングバトン、バーハンドとのコンビネーションは視認性も良く飽きのこない端正なフェースです。搭載ムーブメントは自動巻きキャリバー1570、精度と耐久性のバランスが取れたパーペチュアルの傑作ムーブメントです。赤色のギアは1500番台のムーブメントに初めて搭載されたリバージングギアで、それまでの精度の不安定さを解消した技術です。エクスプローラーなど多くのモデルに搭載され脈々と受け継がれている最高級のムーブメントです。ロレックスクラウン付きの巻きやすい 6mm スクリューリューズです。3連のハードブレスは耐久性に優れた無垢タイプのコマで構成され、スポーツモデルに数多く搭載されている屈強な仕様です。コンディション、ダイヤルはインデックス付近に軽い塗装の剥がれがあります。夜光は焼けています。ケース、裏蓋もしれと軽い傷がありますが、打ち傷などはありません。ブレスレットは3連ハードブレス REF78350-19FF557 12コマ、最大 18.5 センチ前後です。しれと軽い傷、少し伸びがあります。操作方法、リューズの締め込みを解除します。ゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。デイトは針を回してチェンジします。操作後は締め込みます。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 19mm、 ケース径は約 34.5mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 41.5mm、 厚さ約 11.5mm のメンズサイズです。アンティーウォッチマンの代行お任せコースは商品撮影と説明文を代行します。販売価格のアドバイスもいたします。